90年代のニューヨークのクラブシーンの思い出っていうのは何かありますかえっと92年のミューズとかトンネル90年代後半のトンネルとかですかねあの頃のニューヨークは本当に結構ヒップホップのパーティーってかなり怖かったんでガンショットも何度か2回ぐらいありましたしね僕いた時になんかそのスリルというか怖いけど 行かないとやっぱ体験できないみたいな。こうやっ二人で、チャイニーズ、チャイニーズ、馬鹿にされながら、はぁ、あ、みたいな。俺はジャパニーズだって言って <laughs>、あの、言ってましたね。はい、恐怖心よりも、やっぱ好奇心の方がまず、あ、好奇心とスリルですね、やっぱり。はい。ちょっと怖いぐらいがちょうどいいな、みたいな。やっぱその時の経験って日本に帰ってくると、はい。すごく、ためになるというか。はい そうですね。ま、ためになったかどうかわかんないですけど、そういうエネルギーはやっぱりプラスになりますよね。なんか、人のエネルギーというか。